ただいますごい家に2犬2匹いんの。コタロはオス？オス。あ、そうなんだ。コタロ。コタロ。ずっと警戒心。やばいやばいやばい。コタロって噛むの？コタロ噛む？コタロ噛む。あ、俺たちには噛まない。怖い。やばい。コタロすごいけどさっきが落ちてる。穏やかだね。めっちゃ見てる。もう狙ってくるじゃん。なんかめっちゃでっかくなったな。やばいよね。でも尻尾振ってる。ね。さっきまで警戒してた。桜が行っちゃった。コタロウじゃなくて桜が行っちゃった。そういえばね、なんかね、俺のね、彼女がね、あのね、なんか兄ちゃんがさ、動画でさ、ジャム好きにしたじゃん。うん、それ見たのかね、なんか、結婚祝い的な感じでジャム。めちゃくちゃいい子じゃん。ね、来てくれてんだ、しかも。それ、毎回見てるよ。マジ？優しい。これは見たら、彼女喜びますね。すごい、何それ？リンゴ？いや、下手くそ。美味しそうだね。嘘でしょ？私とお母さんからのですね。お兄ちゃんの誕生日プレゼントだったんですよ。あ、タンプレ？それはさ、お前、俺とお母さんからって言ってるけど、カニ絶対お母さんだろ。ちゃんとね、半分半分ですよね。おー、半分半分ですよ。成長したね。ちゃんと2パック T シャツっつって、おー。なんかね、着丈結構長めの。見して見して。結構大きいよね。で、うん、ワンポイントで肩のところにノーティカって刺繍が。何、ノーティカって流行ってんの？ノーティカってもともとアメリカのトミーとかと並ぶようなところのブランドだったんだけど、一昔前に日本でもう売らなくなっちゃって。やっぱりの人ですか？それで、あのフリックスストアがだけが日本限、あのフリックスストア限定。フリックスストアで働いてた？働いて。嬉しいわ。ぜひ来てください。ありがとうね。元の形に畳めないんでこのまま渡しますね。ありがとうね。あ、なんか落ち着いてるの。ありがとうお母さん。はい。とりあえず、乾杯。あ、ちょっと待って。なんだよ、早くしろ。なんかめっちゃいいやつ。そう、俺も入れてよ。はい。はい、じゃあ。お茶で乾杯。乾杯。食べよう、食べよう。よし、食べよう、食べよう。はい、いただきます。いい焼肉。いいね。いただきます。はい、これがタレね。はい。はい。おいしい。お父さんが家で飲んだら、多分お兄ちゃんたちが入ってきたときに、これもう繰り返した？もう1パックあるんですよ。おいしい。ね。うん。あの山形のさ、焼き肉めっちゃうまかったね。じゃあその焼肉屋の話いっぱいしよう。そう、ちょっと気になったんだけど、そこのこのひげちょっと鼻につくな。映んないな。なんでここだけちょっと前、一丁前に生やしてんの？整えて。ちょっとアゴひげに憧れだった。一度は。一度は。ビアジョワサビ捨てた？ああ、ワサビ食べれなくて。あ、合うの？あら、調味料ダメ系女子。あ、そうなの？まだ、まだお子ちゃまです。もったいないわ、わさびがダメだって。ダメなんだよね。わさびあれば全てが丸く収まるから、ね。全ては収まらない。見過ぎだわ。ウニ食べていいよ。ウニ食べない。え？俺、つけ嫌いもいいよ。つけ嫌い。めちゃくちゃ多いよ。俺より全然多いよ。今すげえ良かれと思って譲ったわ。そうなの、食べて。じゃあ食べるわ。ネギトロが一番好きだから、それだけは絶対食べないで、ね、行った方がいい。ひどい。え、ジェンちゃんウニ好きだったの？全然話聞いてない。全然話聞いてない。ウニがダメなの？本当にここにいた今。今違うこと考えてる。最近どう？
最近じゃん。最近じゃん。最近じゃん。最近、手を無事な生活を過ごしてる。一番いいんですよ。あのね、周りからの評価がすごくいい。なんで？あのね、滝沢家って、うちの滝沢家じゃん。あ、そちらの滝沢家。あのさ、あの、わかる？YouTuber、YouTuber しないところ。そっちの滝沢家。いやいや、うちの滝沢家だよ。すぐ強気に出てくるじゃん。なんか俺のアラをさ拾ってすげえ強気に出てくるじゃん。出た。AB 型だな、そういうの。AB 型だな、今日はやめて。AB 型同士ってね、結構仲いいんで、お母さんとはなおと仲いいもんね。俺もさ、ワクチン打ったんだよ。あ、そうなの、うん、1回目。1回目打って。腕、めっちゃ痛くなかった。いや、多少痛かった。どんどん舐めてよ、寿司。はーい。これ絶対また食べたいっていうのは3日かな。これ食べたいっていうのあったら、ちょっと食べて。あれ、ゴキブリじゃねえの。うわっ、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 どっから、どっから、マジで。え、あいつ、いつも最近さ、そこまた開けてるからだよ。あ、お父さんありがとうね。洗ってくれんの。お父さんありがとうね。ありがとう。ありがとう。私と一緒だ。悪いな。いつも持ち上げられてるわ。いつも、洗ってくれるの。ありがとう。そう、でね、やっぱりね、うちって昔からね、結構みんなありがとうってよく言うんだよね。言わないのお父さんぐらいだな。昭和の音かね、言わない。昭和の音か言わない。言葉の違い。言葉って大事だから。思っていてもやっぱ言葉にだけじゃないと。照れくさい。昭和の言葉あんま言わないから、ありがとう。サンキュー。邪魔。サンキュー。ありがとう、照れくさいから。サンキュー。やっぱりありがとうでしょう。サンキューを出してちょっと辛い。ありがとうって言われるとさ、まいっかって結構なるんだよね。女の子でしたらさ、なんか好きな子いるのとか言ったらなんかさ、ちょっとなんか、おい、誰だ、それでおい。もやもやするよ、俺絶対もやもやするわ。自分の娘とかできて、そんなあんま気になるのそうだ。いや、お父さん全然だったよ。マジで。全く話が違う。レイヤちゃんの僕やりそうだもんね。全く散らしてこない。レイの方がいいな、いいんじゃないって言うの。いや、本当にそういう話するじゃん、タマクが言いながらするじゃないですか、一切入ってこない、恋愛の話になる。へぇー。何を言ってんだろう、無言。でもさ、例えばサッカー選手聞くと、すごくうわーって言うかもしれないけど、自分の娘がサッカー選手と結婚するってなると、収入も安定するのかなとか、やっぱり安定性も求めるじゃない。仕事なんてないから。親はそう。そう、新鮮なそういうところってさ、最後まで就活しなかったの。貫いて。普通に言ったらバカじゃねえって言うんだよ。いや、でも本当に言ったんだよね。最初関係の人の就職の説明会があるから、それは行ったなって言ったの。そう思いますよね。だけど、収入は行かなかったんだよね。すごい。信念強い。自分の好きなこと以外の仕事したくねえだろ。長友じゃん。最下でも嫌だ。だから親としてはね、すごい心配だった。どうにかなるじゃん。だってそこで就職できなくても。まあ、確かに。自分のさ、したくない仕事を作るぐらいだったらさ、納得してやればいいやんって思ってた、ずっと。今思うと結構ね、なかなか。だからそういう考えになれる人って少ないから、それがすごいと思う。一応こう、一応こうっていうね。ですね、なんか流れというか、そういうのを気にしちゃうよね。全く考えない。マジでそう。なかなか危ない橋が立ってたよね。渡ってた。意地悪、あの、ガムテープ。で、ちゃんと食べて。出てこないよ。おもろいね。いや、あれやってほしいとか出てきちゃったよな。してる時ちょっと嫌ですね。安心感はあるよね、あれ。でもね、昔はね、眠れなくなるぐらい心配しちゃった時とかあった。姿勢がまだ独身の頃は、うん、今頃姿勢どうしてるのかなとかね、試合に出ってなるとどうしてるのかなとか思ってたけど、うん、レナちゃんと結婚してからはレナちゃんがいるから大丈夫って思えるようになって、ね、私自身 の, あの気持ちの負担っていうのはすごい軽くなった。
お金かかるんですか？いや、全然お金をかけたことをしてないから、家を掘ってるだけだし。2人が YouTube 始めたから、2人の日常が YouTube で見れるじゃない、うん、こんな風に暮らしてるんだなーっていうのが、親としては見れてありがたい。親孝行にはなってるってことだね。うん、確かに全く何もわかんないよね。それだけでやりがいあるわ。少しだけでもね、様子が。電話する必要ないじゃん。うん。やっぱ元気とか電話する必要ないのかな。あれ見ればわかる。そうですよ、結果出るから。休んじゃった、パパ。パパ。パパいつも先に上がるよね。今日朝から仕事してたから疲れ、参加してなかったかのような感じ。仕事だったの今日。庭の草むしりしてさ。えらい。今お父さんすごい頑張ってるね。うん、いつも頑張ってるよ、お父さん、お母さん。いつも頑張ってるよ、お父さん。やっぱり熱も出るし、具合も悪くなる。このお母さんのどうでもいい話を意味でかかって。酔っ払いやつやつが。本当だ、腕も赤い。ね、全部赤い、ね。マジで、男梅じゃないですか。男梅って言われてたよ、うん、やっぱ親子って言うんだ。滝沢家恒例のごちそうさまでした。だって、はい、せーの、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いいね。でもさ、ああいう YouTube 上げてると次はこういう確認しようかとか、お二人で話すんだ。なんかパッとね、思いついたりとか、お互い思いついたりとか、うん、たまにモンテネオのああいう試合入れるのっていいかもね。ああいうのをさ、実際行ってない人は見てさ、なんかこう、花火が上がるところとか、うん、あ、こういう感じだったんだって逆に、確かに行ってない人は思える人もいるわけじゃん。しかも、レーナー、サポーター目線で撮れるし、ね、うん、席とかさ、あのパネルとか、うん、知り合いとかもあるしね。後輩がコメントしてるとか、そう、大学の同級生がコメントしたりとか、ああ、ゆうまくんとか、それかそういう、なんか怪しい文章は聞く、かざきくんとか、そうこれってさーって言ったらさ、あ、これ後輩とかね、安倍カナとかじゃないと、そうそうそう、チワワってこんなでかい、なんだよ、なんだよ、ね、ミニチュアくらいあるかも、ねえ、なんか俺の思ってるチワワじゃないんだけど。あ、小太郎が足が細いからね。あ、ごめんね、ごめんね、嫉妬してる、カロお前、今小太郎こんな顔だけどね、うちに来たばっかりの子がめっちゃね、ふっかふかな謎の生き物だ。これ見て、うちに来たばっかりの子の子がめっちゃ可愛いじゃん。かわいい、なんか胴体短、そう、ふっかふかなの、こんなだったの、そう、かわいい、初対面、さくらとの初対面、大きさで人気、あ、かわいい、なんか逆転してない、そう、あ、そんなことはないか、あの、パワーバランスがちょっと逆転してる、この頃はさくらもこんな子に上に乗られるか確かにね、親心みたいなんじゃん、ね、さくらも細いね、ほんとに兄ちゃんたちが帰ってから1ヶ月後ぐらいだから、そうなんだ、俺が知ってるさくらの子、そう、あ、いると、さすがにすらせほんと、今の人を終えたらなんかさくらかわいそうじゃないかなと思って、まだペットショップにいた頃のさくらなんだ、かわいい、ほっそ、ほっそいね、あーもう、また裕福な家の犬になっていた今も、ちょっと太りすぎてしようか。あの、片付けは今日は周辺に任せて。全然大丈夫です。いいよいいよいいよ。これちょっと桜抱っこしようから、俺ちょっと無理だわ。